螺旋の宿。安全な場所？そんなものないよ。僕たちは知らない。どこ？どこ？あ、赤おばさんの絵がある。え？え、どこ行った？どこ行った？あいつどこ行った？ヘケだろ？ここは？落ちた？え？なんかある。地面を覆い尽くす。このおびただしい数の赤石は何だろう。一番最初に桜ちゃんを助けに行った絵画の中にもあったよね。片手ですくい上げてみる。これは骨。よくよく見ると頭蓋骨のような塊がある。片手でつかめそうなほど小さなものだ。え？僕たち死んだの。これ進んでっていいよね。僕たち生きたの。いや、多分だけど、これなんか、子供が虐待されたりとか、その大人の都合とかで死んじゃった子たちなんじゃないの？綺麗だな、お空。もしまた生まれ変わるとしたら、今度はお花に生まれたいな。真っ赤なお花に。泣いても笑っても。ここが最後なのよ。この赤おばさん当たっていいやつ？僕たちは理解した。助けは来ない。これ多分ダメなやつよね。こいつ上行けないもんね。けど赤おばさんを避けながらこの子に話しかけていこう。死は特別なこと？いいえ、違う。死はありふれた日常なのよ。わ、重。そうだよね。アシュリー、あ、こう見たらアシュリーちいちゃい、ね。今でもどっかで誰かが死にたいとか思ってるんだもんね。寂しくないよ。みんな一緒だから。怖くないよ。いつか訪れる日のことだから。怖がらなくていいの。力尽きるのは自然なことだから。え？この階段何なの？行っていいところ。あ、セーブできるんだ。大事大事。ここはおじさんの旅の終わり。おじさんじゃない、お兄さん。お兄さんの旅の終わり。この子こっちを見つめてくる。え、ちょっと待って、ちょっと待って。うわわわわ、いるいるいる。ここにも話あげる。また劇薬。この子は小さくて力のないものが誰かと一緒に助かりたいなんて考えることが大間違い。ひなたのこと言ってる？それは不自然なことなの。命のあり方に反してるの。この民宿から逃げおおせる機会なんて決して多くはないのに。これはその機会を自分から捨てたおじさんへの罰。ここで口当てなさい。え、なんでそんなこと言う？一回こっち逃げるね。一回逃げて、赤おばさんが向こう行ってもう一人いたよね。ここはもう行き止まり。おじさん一人なら助かる道はあったかもしれない。早く逃げないからこんなことになるの。見捨てろってことよね、多分この子たちが言ってるのは。来る来ないね。で、あそこになんか紙も貼ってあるから見たいんだけど。川端さんのスタートダッシュ位置。人は誰しもいつかは終わる。ムクロに囲まれたところは君の終着点なのかもしれない。けれどそんな場所でこそ見えてくるものはあるのかもしれないね。一回逃げる、一回逃げる、一回逃げます。で、ここリン、聞こえるか？ええ、聞こえるわ。出られそうにない？いいえ、出られるわ。どうすればいい？リンは本当すごい優秀だよな。リン、聞いてくれ。ここで俺が死んだら、今までの情報を新しい俺たちに。バカなこと言わないで。もうそれしか。焼けたら諦めんな。そんなに簡単にいかないわよ。民宿に来たばかりのあなたたちは、まず赤おばさんの存在を信じない。ましてやこの空間がループしていることなんて。だよね、確かに。かけるくんがどれだけ苦労したか知らないから、そんなこと。うん、そうだよね。
竹太郎くん、今あなたに話しておくわ。ひなたの話を。ひなたの。ええ、この民宿が破綻する以前、15年前の記録には、赤おばさんのことは書かれてあっても、ひなたに関する情報はなかったでしょ。なかった、確かに。それはね、ひなたがここにやってきたのは、民宿が潰れた直後だったからよ。そういう意味では、ひなたはこの民宿とも、赤おばさんとも無関係の子なの。ひなたはね、母親によって、この民宿から少し離れた山小屋に、置き去りにされた少女。弟の太陽くんと共に。親に捨てられたってこと？山に？ひなたの母は、ひなたに戻ってくるから、ここで待ってなさいと言って、小屋を出て行ったそうよ。ほんの少しの食料を置いてね。なんかもう連なってきたんやけど。ひなたはその言葉を信じて、母の帰りを待った。けれど母親は、最初から帰ってくるつもりはなかった。そらひなたぐらいのちっちゃい子はさ、もうお母さんの言うことを信じるしかないやんか。りん、その話は、私は姉と山に登る前、少しここら一帯のことを調べてみたことがあるの。だからひなたに会う前から、ひなたのことは知っていた。ここに迷い込んで、ひなたの名前を聞いたとき、私はこの子が誰なのか、すぐに分かったわ。なるほど、やっぱニュースにもなるか。ひなたは15年前、母親に置き去りにされて、死んだ少女。堀城ひなた。けれどこれはひなたの死によって初めて、公に認められた名前。ひなたには戸籍がなかったのよ。だから学校にも行ってないし、その存在を死ぬその日まで知られることはなかった。話を戻すわ。置き去りにされたひなたは弟の太陽くんと共に衰弱していった。母親が戻らないことを悟ったひなたは、ついに決死の下山を決行したの。どんな山なん？いやでも、なんやろ、なんかね、結構な山やと思うよね。雪やつとかが来てるってことは。惜しくも季節は冬。しかも猛吹雪の時節だったわ。いや、きついな。それでひなたは力尽きた。いいえ、違うわ。ひなたはボロボロになりながらも、この民宿までたどり着いたの。でも民宿には誰もいなかった。幽霊騒ぎで廃業した後だったから。あったね、管理者室に。ひなたは助けを呼ぼうと、電話を探して民宿をさまよったけれど、どうしても見つからなかった。なるほど、それで電話を探してたって、欲しかったって言ってたもんね。管理者室にあるって分かってたら、ひなた何度かして入ってたのに。そうね、ひなた。確信もなかったし、ひなたは急いでたものね。確信ってなんだろう。まあ確かなことって感じ。急いでた。そうよ、竹太郎くん。ひなたはね、民宿にいれば死ぬことはなかったの。民宿には十分な食料も残ってたし、防寒設備もあった。廃業したとはいえ、民宿の経営者がここをそのまま放置しておくことはないわ。そうだよね。民宿で待っていれば誰かが来る。それでひなたは助かったはずよ。けれどね、ひなたはリュックに食料を詰め込んで再び山小屋に向かったの。もう一度大人用の長靴を履いて、四つん這いになりながら、ひなたは猛吹雪の中を進んだ。雪の中から遺体で発見された時に、ひなたはそのまま四つん這いの姿勢のままだったわ。救助に当たった人たちはひなたの遺体を見て絶句したそうよ。ひなたがどこを目指し何をしようとしていたか明らかだったから。全て弟の太陽くんのためだった。ひなたは自分の命をかけて太陽くんを助けようとした。ひなた、やっ
強いな。なんか、ヘケ太郎のお姉さんの時にも思ったけど、こんなに、なんていうの、お姉ちゃんって強いのって思ってしまうよな。胸の奥から熱いものが込み上げてくる。この話はね、当時大きな話題になったらしいわ。まさか小学生ぐらいの女の子が弟を守るため雪の中を進むなんて考えられないでしょう。当時もいろんな説がささやかれた。子供ゆえに民宿にとどまるという判断ができずに道に迷ったのではないかとか、下山しようとしてあらぬ方向に進んでしまったとか。私もそう思っていたわ。そんな強い絆で結ばれた兄弟が存在するはずないって。ここで日向に出会うまではね。凛は信じないか。そっか、そういえば似てるわね、ヘケ太郎くんのお姉さんとも。そうやね、なんかヘケ太郎のお姉さんもヘケ太郎を助けようとしてって言ってたもんね。日向ターくん好きだもん。虎日向もヘケ太郎のことが好きって言ってたよ。ヘケ太郎くん、そこにいる怨霊たちにも現世の私たちに対して何か言い分があるんだと思う。けれどそれが何？何だというの？そこにいる子供たちの言葉なんて聞く必要ないわ。そんなものに惑わされてはダメ。私たちが信じるのはひなたよ。ひなたは強い。ここにいるどんな霊よりも。だからひなたに近い場所にいる。あなたがそこで命を落とすことはない。道を探すのよ、ヘケ太郎くん。這いつくばってでも前に進んで、ひなたがそうしたように必ず出口はある。そうだよ、ヘケ太郎、ひなたは頑張ったんだからお前も頑張れ。闘志が湧いてきた。どこでもどこ？ちょ、セーブする。頑張る前はセーブって決めてるんだ。場所、アシュリーとか助けてくれんのかな？逃げる場所。若葉さんが行ってから一回ここぐるっとまた一周してみようかな。逃げる場所。もう一人いるな。君は？どこにでもないでしょ？出口。ないんだけど。しのげろ。この、行け。どこ？いっぱいいる。また幽霊が怖いの？人間の形が怖いの？不思議ね。人間の形に一体何を見出しているのかしら。じゃあ言うや。その光は私たちには届かなかった。どの光？誰かが死んだらしい。全然悲しくないけど、ここは悲しむ場面だから悲しまなくちゃ。あなたたちの世界おかしい。まあ確かにな。なんか例えばニュースとかでさ、誰かが亡くなったとか、それこそ虐待がって言っても、その場は辛いって思うけど、なんかその先はないもんな。自分ではどうにもならないと切り捨てて生きる、いることばかりなのに、自分の命にだけは執着するでしょう。それでいい。それが正しい。私たちにも分かった。だから一人で行きなさい。今までと同じように、これからも。なんか重たいな、ここの空間。この世界はね、赤おばさんがいないと釣り合わないの。釣り合わない。僕が幸せになるためなら犠牲が出てもしょうがない。それはしょうがない。そうでしょう。いや、なんか重たいな。そっちの世界は幸せ？ここよりも？本当に？でもそんなに変わんない気はするよな。どっかで言ってたけど、結局自分さえ良ければっていうのが現世でも一緒だからね。赤おばさんは優しい。平等に殺すから。まあそこは確かに平等なんかもしれんな。いや、ここもなんやけどさ、下になんか木いなかった？あっち見てきていい？この木は何？この場所は絵画の背景の、あ、赤羽さんの。こ
ここでこう撮ったってこと？撮っとく？ヘケ太郎も。聖地巡礼みたいな感じしとく？で、こっちにいっぱいいるんだね。ママのことが嫌いでしょ、ひなた。憎いでしょ？うん、ママ嫌い。憎いよ。だったらお仕置きしなきゃね。でも、ここに来る大人とママは別の人だよ。そっか、もう、ひなたはそう判断してるけど、周りはもう大人がダメってなっとるんや。ずっと一緒にいようよ、ひなた。僕たちは同じ子供じゃないか。ひなたが強いな、だいぶ、本当に。ターくんは子供だもん。ずっとここにいるのが幸せなのよ。ひなたの意志が強い。大人ひなたは一度も大人からのお仕置きを受けたことがないの。だから私たちの気持ちはわからない。虎ひなたはひなたの友達じゃない。違うよ。虎ひなたはひなたの友達。ずっとひなたのお話聞いてくれたから。なんかでもわかるよな。その一回その虐待とか大人に痛い目に遭わされたってなったらさ、もう大人全員が嫌いになってしまう気持ちはわかる。何を守ってるの、ひなた。お花？ママを思い出してごらん、ひなた。ひなたもタークンも捨てられたの。私たちと一緒。そういうこと言うなよ、ひなたに。何を信じてるの、ひなた。ひなた、心を強く持てよ。こいつなんか明るいから後にしよう。光の中にいる霊は、みんな幸せな奴ら。僕らとは違う。ひなたとも違う。ひなた、そんなことないよ。大人にタークンを渡しちゃダメだ。あいつらはタークンをいじめるぞ。いやー、なんかつらい、こっちは。あ、貴様。不幸は自己責任。運命も自己責任といったところか。わかるか？何を指しているのか。わかるか？誰のことを示しているのか。あの子たちは。お前は誰だ？わからないよ。時間の中は同じ方向へしか進めない君には決して。どういうこと？いや、もう、最後こいつっぽいよな。そこを通して、ひなた。こいついた、アシュリーと一緒にいた子だ。ダメ。ひなたのママは、ひなたたちを置き去りにした。ここに来る大人はみんな同じだ。そっか。結局ここに来る大人も、おとりにしたり、仲間を裏切ったり、自分さえ良ければっていうのを見てきたんだ。ひなたを置いていく。ター君を置いていく。ひなたはもう外に出られないから。誰もひなたの話なんて聞かなかったじゃないか。雪やつでさえ、ひなたを騙してたんだ。あいつは嘘をついて。雪やつおじさん頑張ったよ。手も足も凍って、何度も転びながら走って。それでもター君を探してくれたよ。違う。外に出るために、ひなたを利用したんだ。利用？そうさ。自分が助かりたいから、ひなたを利用したんだ。あいつも他の大人と同じだ。ひなた。ひなたね。ター君がお外に出られるなら、何でもいいよ。だってひなた、ター君が元気になったら、それでいいもん。ひなた、ター君が笑うと嬉しくなるの。ひなた、ター君が一番好き。ひなたがいい子なんよな。これがひなたが守ってたもんってこと？ター君なのかな？ちょっとお前なんか知ってるやろ。同じじゃないか。いや、でもやっぱりこの鼻か？タータ、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 タータ。いや、でも多分これひなたとタークンだよね。戻すんだ。ちょっともう一回管理者室。あ、リンがいるな。何してんの？恐ろしい体験だったわね。そう、さっきはありがとう、本当に。ひなたは？あなたが無事に帰ってきたことを確認したら、太陽君のところへ行ったわ。いや、結構、なんていうの、ひなたにとっての太陽君がだいぶ大きいよね、本当に。太陽君。話の続きをしておく必要がありそうね。今だからこそ。
どういうこと？ひなたには聞かれたくない話よ。とは言ってもあの子、どこで聞いてるかわからないけれど。ひなたの話には続きがあってね。逮捕された母の話から、ひなたや太陽くんのことがわかったの。あ、やっぱり逮捕されたんだ、お母さん。ひなたは遺体で発見されたわ。けれど、山小屋に放置された太陽くんの遺体だけは、どれだけ捜索しても見つからなかったの。え？ひなたは、まだタークくんを探してるってこと？太陽くんの遺体は今も、雪道を抜けた先の山小屋にあるのよ。この歪んだ時空の山小屋にね。おう。今もそうだけど、ひなたは時々会いに行ってるみたいだわ。あ、それでたまにいなくなるんだ。なんかタークくんのとこ行ってくるってよく言うもんね。溺愛していた弟だけに、ひなたには太陽くんの亡骸も、生前の姿のまま見えてるのかもしれないわね。いや、なんかそれも辛いよな。すごく、なんか受け止めてない感じするような、ひなた。ひなたは、まだ太陽くんの死を。そうだよね。多分、なんかまだ、その死んでいなくなったってことを受け入れてない感じがする。そう。受け入れられずにいるのよ。だから自分の死は理解していても、弟の死は頭が理解を拒んでいる。それもすごいな。自分のことは受け入れたけど死んだっていうのは。なるほど。本当にターくんが好きだったんだね。ひなた。ゆけ太郎くん、以前あなたにこの民宿の半分はひなたの世界と言ったのを覚えてるかしら。言ってたね。これは推測だけどね。この民宿一帯が何度も同じ時間を繰り返すのは、ひなたの意志が関係しているからだと思うの。おう、ひなたの意志。ええ、あの子は幼いけれど、人の精神を理解する程度の年齢には十分達しているわ。本当はね、ひなたもわかってるのよ。自分が山小屋までたどり着けなかったのに、弟がまだ生きてるはずはないって。頭ではわかっていてもね、感情がどうしてもそれを受け入れられない。身を通して助けたかった弟だもの、ひなたは学校も友達も知らず、ずっと一人ぼっちで生きてきた。そうだよね。そんなあの子にとって太陽君の存在は心の拠り所でもあったのね。生きていてほしいと今も願い続けてるのよ。頭では太陽君の死を理解しつつも、心はそれを受け入れられない。そんなひなたの内面にある感情は後悔だわ。もしあの時自分が電話を見つけていれば、誰かが助けに来てくれていたら、そんな後悔、過去に座る気持ちが、この民宿一帯を何度もループさせてるんじゃないかと思うの。なるほど。まあ、電話もこんなに増えてしもとるしな。なんてことだ。赤おばさんはそれにつけ込んで殺戮を繰り返している。あれは人間の破壊にしか興味を示さない。ひなたとは全く別の存在だわ。むしろなんかひなたを怖がってるとこあるもんね。この民宿がループしている限り、何度でも殺戮が行える。赤おばさんにとっては、ひなたの生み出すこの時空は居心地がいいのよ。さすがに詳しいな。リン、さすがだね。本当に優秀すぎるんだよな。ペケ太郎くんより、以前のカケル君より、ずっと長く情報を蓄積してるだけのことよ。私が最初から生きて、ここを出ようなんて考えてなかったから、破滅や絶望を感じることはなかった。そっか。そっか、お姉さんのこともあったもんね。むしろリンはここに死にに来たって感じしてたもんな。淡々と時間を繰り返してきたのよ。心はとっくに壊れてると思ってたんだけどね。話がそれちゃったわね。ひなたの話も今のヘケ太郎くんたちには関係のないことかもしれない。あなたもそれどころではないはずだから。関係ない。関係ある関係ある。あら、どうして？ひなたは何度も何度も助けてくれた。ひなたがいなければきっと。そうだよね。本当になんかひなたのおかげでいろいろ知れたこともあったし、赤おばさんから逃げ切れたこともあったし、ひなたは本当に大事にしていきたいんだけど。そう、そうね。それは私も同じだわ。ひなたには何度も助けられた。でもどうするの？まさかひなたのために太陽君の亡骸を外へ運び出そうと考えてる？ひなたが望むならね。かつて松葉幸奴が
そうしたように。雪やつが、凛が雪やつに関して何か知ってる？日向から直接聞いた話と、ここに残っている彼のメモ、それから雪やつを知ってる五郎さんの話。あんまり五郎の話出さないで。多分あなたが知ってる以上の情報はないわ。登山家の松葉幸也は民宿に迷い込んだ後、ここで知り合った仲間と共に脱出を試みたが失敗した。なんかサークルのなんか大変な目に遭ったって見たら、仲間の裏切りによって。それに絶望した彼は無目的にループを繰り返し、ついには希望を捨てた。そうして彼が最後に取った行動は、日向の願いである太陽君の亡骸を外へ運び出そうとするものだった。雪道を進み、結果的に太陽君の亡骸を運び出すことはできなかったけれど、雪やつ自身は生還できた。あなたも気になる？そこの壁の書き込み。凛の推測。日向の後悔はこの宿の時間を巻き戻しているなら、日向の願いが果たされたらどうなる？さあ、それは。この宿のループが消えて、日向自身は光の中に帰っていけるのかしら。そっか、もしそれが日向の本当の願いであれば成仏できるってことだもんね。けれど赤おばさんをきっと邪魔するでしょうね。日向も雪道を進めば必ず赤おばさんが来ると言ってたから。待って、それってどういうこと？え、何が？え、雪道を進めば赤おばさんが必ず来る、追いかけてくる。じゃあここにいる人は？他の人は？え、雪道に行ってる間にみんなが逃げたらいいってこと？誰かが雪道を進めば、他の人間に対する赤おばさんのマークは甘くなる。その間にこの宿から脱出すれば。そうよ、そういうことだったんだ。え、日向の歩んだ道を進むことがこの宿から出る方法、そこの壁に書かれている正規の脱出方法ってそれだったのよ。さすがリンダ、賢い賢いぜリンは。ただそれを実行に移すとなると、雪道を進む人に多大な負担を強いることになるわね。まあそれを多分僕でしょ、ひけ太郎くんやってよって話になるんでしょ。リンはこちらをじっと見つめてくる。なんかその無言の圧力やめてほしいな。だったらまだ言ってほしい。いいかな、ヘケ太郎くん、ごめんねって言ってくれたら全然いいよって言えるから。そのなんかじっと見つめてくるのやめて。やめな。雪道を行くなら、ひなたもきっと守ってくれる。けれど、赤おばさんも本気になるでしょ？絶対に安全とは言えない。ただでさえ猛吹雪というハンデがあるのに。そうだよね、登山家の雪やつだからこそできたっていう感じはするけど。それに一つ気になることがある。雪やつはどうして失敗したのかしら？日向の話では、雪やつは太陽くんの亡骸を見つけて、山小屋から運び出すことには成功した。なのに太陽くんの亡骸を外へ運び出すことはできなかった。どうしてかしら。そうだよね、そこまでは行けたんだよね、赤おばさんから逃げ切って。気にしてる場合でもないのかもしれないよね。気にしてる場合なんだよ、僕が行くんでしょ。日向には悪いけれど、こう出るという目的に絞れば、太陽君の亡骸を運び出せるかどうかは重要じゃない。ヘケ太郎君もできることなら、日向の願いを叶えてあげたいと思ってるでしょうけれど、何より生きて、ここを出ることが先決だわ。その通りだ。いやでも、その通りだわ。普通に逃げ出したいってことだもんね。やれることはやっておきたいっていうのは、多分ヘケ太郎にとって、なんて言うんだろう、こう日向にとって大事なもの、太陽くんを外に出してあげるってことだもんね。やっておきたいよ。そう、私もまだ見たことがないのだけど、失敗した理由について雪やつが何か書き残しているかもしれない。あ、大事なとこって言ってた。なんか私メモした記憶がある。この民宿を探索するのは危険なことこの上ないけれど、ヘケ太郎くんがそうしたいと言うなら、私はここで待っているわ。何か手がかりがつかめたら戻ってきて。できるだけ急いでね。了解したぜ。この辺は何も変わってないのかな。
これはあれか辞書か。じゃあちょっと前にさ、なんかメモしたやん。偽物かけるがいたところ。あ、こんなとこ絵あったっけ。え、何ブーンって。え、何の音。ちょっと私よそ見してたからあんまり、あ、キヤーなんか歪んでる。